ガリー・ベルティーニは、イスラエルの指揮者。本来の生命は、シュロイメ・ゴレルガント。ベルティーニの故郷は当時ルーマニア王国領であった、モルドバのキシニョフ近郊のシュテットルブリチェブだが、幼い頃パレスチナに移住、テルアビーブでバイオリンを学び始めた。その後ヨーロッパに渡り、ミラノのベルディ音楽院、パリ音楽院、エコールノルマル音楽院、ソルボンヌ大学に在籍、ナディア・ブー・ランジェや、 オリビエ・メシアン、アルチュール・オーネゲルラに指示、作曲や指揮を学んだ。イスラエルに帰国後の1958年、イスラエルフィル・ハーモニー還元楽団でプロ指揮者としてのデビューを飾り、2年後の1960年にはイスラエルフィルの日本公演に帯同して、初来日している。1970年代にはイギリスを主な拠点として演奏活動を繰り広げ、 1981年にデトロイト交響楽団の音楽顧問、その2年後にはケルン放送交響楽団の主席指揮者に就任した。ベルティーニはケルン放送協の指揮者就任時、10年以内にこのオーケストラはベルリンフィルに追いつき追い越すと宣言したという。これを聞いた学員たちの反応は発奮するものあり、苦笑するものあり様々だったが、ベルティーニの指導のもと、 ケルン放送協は確実にレベルアップを果たしたことは確かである。このコンビでマーラーの公共曲全集の録音も行われ、彼らが成し遂げた成果が後世に残された。特に公共曲第3番や第5番は名演とされる。1978年イスラエル賞受賞。ケルンのポストと 並行して1987年にはフランクフルト歌劇場総監督に就任したが劇場当局との意見の相違からわずか3年でこのポストを退いた。1991年にケルンのポストも退いたベルティーニは1994年から翌年にかけてイスラエル歌劇場の監督を短期間務めている。1995年からは パリオペラ座の指揮者として活躍するようになり、1998年に1981年の初客演以来関係を深めていた東京都交響楽団の音楽監督に就任2000年から分けるンっぱなし、響き時代に続く第二のマーラーチクルスに取り組んだ。2005年4月には、 東京都教の常任を退き、警官指揮者への就任が予定されていたが、その直前テルアビブで死去した。77歳だった。ありがとうございます。